劉圧氏は中国三国時代の呉の人物。字は古人氏。平原軍の人。天文に明るく、占い数に通じていることから、南中国一帯で有名になった。八世の一人、三国氏呉氏に、つてがある。世の中が混乱してきたことから、故郷を離れ、土寮に移り住み、孫タスクに仕えた。水害や早害。 族との侵入がある時には、いつも事前に、その時期をきっかりと予言したが、当たらないということはなかった。孫佑は、劉淳氏の、こうした能力を高く買って、彼を軍師に任じ、軍の奨師たちも皆彼を敬いつかえて、彼を、神明と呼んだ。検安年間に、孫権が余償にあった時に、星に異変が現れた。このことについて、孫権が劉淳氏に尋ねると、 竜淳氏は言った。採花が丹陽にございます。孫健が言った。どんな採花であろう竜淳氏が答えて言った。客が主人を圧迫するのでございます。これこれの日にきっと知らせてやってまいりましょう。この時、変広氏が反乱を起こして、孫、くを殺害しており、竜淳氏が言った通りにその知らせが入った。竜淳氏は様々な術に通じていたが、 特に大尉の術に明るく、その術をくまなく発揮させて、微妙な要点を極めていた。著書百余編があり、有名な従者の言も彼の非凡さを称賛した。竜は氏自身も自分の術を大切にして秘め隠し、人には知らせなかったため、世の中の人はその術の内容を、はっきりと知ることはできなかった。ありがとうございます。